私に任せなさい、諦めないで、あなたでもできるようにと、この手に任せなさい、パエリア食うため器用にできるよ、なんとでもないけどサフラン。はい、どうも K です。ということで今回はこちらのメスティンを使ってね、簡単そしてサフランなしでも作れるパエリアを紹介していこうと思います。パエリアってね、ちゃんと作るといろんな調理過程がいっぱいあるんですけど、今回はねこちらのメスティン一つだけでまとめて作っちゃおうと思います。こちらのチャンネルではね、キャンプ料理とか簡単に作れる料理をいっぱい紹介していくので、まだ登録してない方はねチャンネル登録をしていろんな料理一緒に作っていきましょう。じゃあ早速ねパエリアの調理に取り掛かっていきましょう。レッツクッキング。はい、ということで今回使う材料がこちら。アサリ、ボタンエビ、玉ねぎ、ベーコン、ミニトマト、あとお好みでライムと、で今回ねサフランの代わりにこちらのターメリックを使って作っていこうかなと思います。やっぱサフランって若干根も張りますしね、香りはやっぱりパエリアには必須かなとは思うんですけど、やっぱサフランってどうしても色出し作業に30分くらいかかっちゃうんですよね。なので今回はこちらのターメリックで色付けの代用ということでね、軽くだけ使っていきます。じゃあ早速材料の方を切っていきましょう。まずは玉ねぎから。玉ねぎはね半分だけ使います。じゃあこちらの玉ねぎをみじん切りにしていきましょう。はい、じゃあこんな感じ。じゃあ次はミニトマト。こちらをね、4分の1ぐらいにしていきましょうか。ああ、あっか。玉ねぎで目と鼻がやられた。ああ。はい、こんな感じ。そしたらこちらのベーコンを切っていきましょう。じゃあ今回ハーフベーコン3枚ぐらいね。こちらはちょっと小さめに。はい、じゃあこんな感じ。今回切る材料はとりあえずこれだけ。じゃあこちらのアサリはね、水だけ出しておきましょう。こちらで OK。さっき紹介したライムはね、お好みで使っても使わなくてもどちらでも大丈夫ですけど、香りが飛んじゃうんでね、後で切ることにします。ということで、早速作っていきましょう。メスティンセット。ファイエ。油を引いていく。そしたら先ほど切った玉ねぎ。続いてベーコンを入れて、こういう弱火で炒める作業とかね、キャンプとかバーベキューでやるときは火の弱い端の方でねやるといいですよね。じゃあ玉ねぎとベーコンがこんな感じで炒まりましたら、こちらに軽く洗ったお米、今回具材がちょっと多いんでね、いちごないぐらいですかね、それも入れていきます。玉ねぎベーコンと一緒にね炒めて、じゃあこちらに 150cc ぐらいの水と、
あと先ほど紹介し忘れてたんですけど、白ワイン。白ワイン大さじ2ぐらい。塩コショウ。そしてターメリック。ターメリックはほんとね、色付け程度なんで、ちょっとだけね。そしたらこちらを混ぜまして、アサリを入れていこう。そしたらエビを並べて、入るかな。頑張れ。よし。そして最後にトマト。じゃああとはね、蓋をして、あとはね、メスティンでご飯炊くときと一緒なので、このまま待ちましょう。じゃあこの間にライム切っていきましょうか。あー、めっちゃいい匂い。よし、これで OK。はい、じゃあね、あれから10分15分ぐらいじっくり炊き込んで、グツグツした感じもね、だいぶ減ってきましたね。てかもう匂いがやばい。なんかこう、香りという名の拳で10分15分ぐらい殴られ続けてる感じ。じゃあちょっと火を止めて確認してみましょうか。さあ、どうかな。オープン。うわ、やっば、いい感じだね。匂いすご。じゃあこちらを5分ぐらい蒸らして食べていきましょう。はい、ではこんな感じで完成しました。具沢山だね。いただきます。やばいわ、これはいい香り。じゃあ食べていこう。じゃあ一旦ライムどけて、アサリとトマトと一緒にね。思ったより黄色くないね。うん、うまい。想像を超えてる。いい感じにエビとアサリの出汁が出てうまいわ。じゃあせっかくなんでね、こちらのエビ食べてみよう。熱いけどね。やっぱお頭付きだとね、味噌の味とかもね、全部出てくるからね。ボタンエビって結構生食で食べること多いけど、加熱しても美味しいエビなんですよ。これね、甘っ。ちょっと贅沢に全部乗せいっちゃおうかな。あっつ、あちい。このエビの身を乗せて、エビの身とアサリも乗せて、豪華な全部乗せ、いただきます。いやー、これはやばいわ。360度から旨味が攻めてくる。せっかくなんでね、ライム絞って。これはあかん。うますぎる。もうね、うまみうまみ香り、うまみうまみ香りみたいなね。いや、たまらん。じゃあせっかく白ワインも買ったし、ちびちび飲みながら食べようかな。いただきます。ああ、うん、フルーティ
この白いにもね、ライム絞ったりとかしちゃってね。ああ、めちゃめちゃ飲みやすい。これはうまいわ。はい、ということで、ごちそうさまでした。これはあかん。人をダメにする料理だね。もう旨味と香りがね、いろんな角度から攻めてきて、もう完全にノックダウン。ターメリックの香りもね、程よく効いてるぐらいなんで、エビとアサリの出汁の邪魔を全然してない。すべての食材がいい感じに融合してるね。この作り方だったらね、いろんなめんどくさい工程とか全部省いて、メスで1個で作れちゃうでね。皆さんもぜひやってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。今回のメスティン一つで作るパエリア、簡単そうだな。今度キャンプとかの時に作ってみようって思った方は、高評価、チャンネル登録、あとコメントもね、よろしくお願いします。さらばだ諸君、バイバイ。